すごく大人っぽい印象になると思います。長谷川君のことが。告白するなら外見ぐらいなんとかしろよ。その日から私の時間は止まったままなの。こんな初恋なんて。学校？なんで？化粧品貸して。そうなの？影野さん、もともと可愛い方だろ。どうせ元の世界に戻るんだから、ドキドキしてちゃダメダメ。青春シンデレラ、10月スタート。